なるか。ナマサヤヤナ、ナマサヤキク、カミアダラヤナキク。はーい。カミブッカラジャウントマンパラカナルカ、ムダヤジパンディルニア。カミスナンジカレワットカミスムワビザトルタリウンガンジパン。とりまかせよ。国の一つだったんですけれども、もうインドネシアについてジャカルタですね、ついて速攻ジャカルタ料理を食べましたね。はい、食べました。はい、印象は来た時が、あの東京は雪が降ってて、すっごく寒かったんですよ、冬です東京は、うんうん、だけどもジャカルタ着いた瞬間からとっても暑くて、暑い、ペー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 なりました、はい、なりました。はい、ジャパニーズポップでございます、はい、私たちはあの和をテーマにしていて、あの世界共通のダンスミュージック EDM とか、はい、ダブステップとか、はい、あとファンクとかレッドとか取り入れつつ、ジャズもありますね、ジャズもあるね、あその中で日本のメロディーだったり、はい、言葉遊びをしたりして作ってます。はい、中でもね、人気の曲が藤山ディスコっていう富士山の曲だったり、忍者のいろはっていう忍者の曲だったりしてますね、うん、一緒に踊れる曲が多いですよ、はい、特技ね、特技、私ヤナは歌を歌うことも好きなんですけど、うん、作るのも、ね、好きで作ったりしてますね、ヤナ曲の曲もで、DTM やられてますよね。 DTM でいいですか、デスクトップミュージックですか。 DTM ですか。 DTM やられてますよね。 DTM DTM でカチカチとやってますね。カチカチやられてますよね、はい、キクさんは。キクはですね、食べることが大好きなんですね、うん、なので食レポが得意です。シングルとアルバムが2枚、2枚、そうですね、アルバムが1枚、はい、で今度新しいアルバムが12月14日に出ます。はい、出ます。この歴史、2012年にあの結成して、うん、まあ、日本をテーマに活動してきました、はい、まあ、いろんなことをこれまでやってきたんですけれども、うん、海外に行くことが多くてですね、うん、今までも、今何カ国目ですか、インドネシアで10カ国、そうですね、8カ国、今まで行った国がサンフランシスコ、ロンドン、上海、ソウル、クアラルンプール、マニラ、ヤンゴン、何個？ジャカルタ。ジャカルタ。来年もな、8個ですね。8個。あと来年にはメキシコも決まってます。あとそれとともに日本でも活動してまして、アルバムをリリースしたり、あの日本ではライブを何ヶ月に何本もやってます。多い時は10本以上やってたりしております。はい。キモコス来ました。キモコスとは？せーの。キモの。着物コスプレ、そうです、着物足すコスプレで、着物のコスプレでございます。はい、今日のお召し物は、私たちあの5パターン、そうですね、衣装5パターンね、いろんな衣装が、いろんな衣装があるんですけれども、はい、これはポップな錦鯉をテーマにして作られた衣装ですね。そうです、これは羽織があってとても色鮮やかな衣装になってますね。はい、最近の日本文化、そうですね、やっぱりアニメとかはすごく日本でも人気で、あのすごく嬉しいのが、私たち海外に行くことが本当に多いんですね、うん、ここでやっぱジャパンイベントに出ることが多いんですけど、あの思った以上に海外の方が日本のことを知ってくださってるっていうのがすごく嬉しくて、うん、アニメもそうですけど、あと
ラーメン、ラーメン食べ物の、ね、食べ物とかも、うん、お寿司とか、あと可愛いのね、そう可愛いファッションっていうのがあって、うん、キャリーパミューパミさんとかね、うん、そういうファッションも流行ってたりとかするんですけれども、やっぱりね、柳くんとしてはですね、こういった風に着物コスプレを取り入れてるように、うん、伝統的な日本を取り入れつつ、若い人たちにも興味を持ってもらえるような日本を表現しております。はい、表現しているので、ぜひね、ジャカルタのミナノ州にも好きになってもらえたらなと思っております。数年後、いやー、やっぱりあれですよね。うん、あれですね。せーの、ワールドツアー分かった、ワールドツアー。まあね、こうやってせっかくインドネシアにもジャカルタにも来れたんで、ジャカルタでも何回も、まあ、足を運ぶことができるようになったりとか、はい、あと、まあ、ここでワンマンライブなんかしたい、ジャカルタでワンマンできるようになったら、嬉しいなと思っております、はい、思っております。もう月に1回どころか、うん、ね、あの、しばらく住んだりとかしたいですよね。いいです、滞在したいですいっぱい柳くん一家を増やしたいなと思っております。はい、お、最後に一言。そうですね、あの、ちょっと日本とジャカルタで離れているんですけれども、こうやって来れて私たち本当にすごく嬉しいし、まあ、Twitter や Facebook なんかもやってますので、まあ、柳くんのことをチェックしていただけたら嬉しいです、はい、そしてまた、すぐにでもインドネシアに来れるように日本で活動を頑張ります。頑張ります。カミンカミプニャ Facebook ダンツイラフォローやー